第3試合スーパーバンタム級4ラウンドこの試合を最大するリングサイドの3面立ちは石川和則、同じく田中浩二、同じく福地裕二、そしてこの試合を所属する夜光の権限を持つ人には第42代日本ミドル級、そして2階級制覇第22代日本スーパーウェルター級チャンピオン、ビーマーチン。それでは本日の第3試合スーパーアンタム級4ラウンドを行います。まずは赤コーナー、この戦績は3戦3勝、公式計量は121番を2分の1、駿河団地事務職上松そして青コーナー、公式計量は120ポンド4分の3、増田事務職西岡総司。はい、ナイス。
勝者赤コーナープレー